おはようございます。速稼塾の久保です。こういうふうにね YouTube のチャンネルを運営してると、気づくことがあるんですよね。それは私はね、お金に関することをよく放送してるんですけども、このね、どちらの方が再生数を稼げるかっていう話なんですよね。私はどっちかっていうとですね、あんまり美味しい話をバンバンしたりとか、こんな商品がありますよ、こんなサービスありますよとか言ってね、いわゆる儲かり系とか情報商材系っていうのを今やってないんですけども、ただ YouTube のチャンネル登録者数って多いんですよね。なんでこのチャンネル登録が増えたかというと、実はね、儲かりますよ系をやってたからなんですよ。儲かりますよ系とかね、一発逆転ですよとか、本当にワンクリックで100万ですよみたいなのやると、多くの人が集まってきて、そして商品購入っていうのもよく起きるんですよね。で、今は全くそういうことやってません。なぜならそれが私のやることではないかなと思ったんですよ。ただやっぱりね、YouTube チャンネルを運営してて、もっとね、有名になりたいとか、人気者になりたいとか、で、多くの人に見てもらいたいと思ったら、本当に楽して稼ぎますよ系をね、やるとかなり集まります。絶対に女の子と付き合いますよとかね、もうたった2時間で、口説けますよとか。こういうのはね、よく売れるんですよ。要するに人っていうのは、自分が全く努力もせずにね、何の工夫もせずに、簡単に向こうから儲かる話とか、利益のある話とかね、自分を得させるような話が来るっていうのに、すごく興味を持つんですよ。で、挙句そういうのを購入して、で、お金を失って、文句ばっかり言って、また次のあやふやな商品を買うっていうのを繰り返すんですよね。で、私のチャンネルはそういう意味で言うとすごくつまらないと思います。一発逆転に儲かりますよって話をするどころか、そんな人はもうやらないでくださいとかね、投資の資格はないですとかね、ビジネスなんてのはもうやめとけとかねそんなことばっかり言ってるんで、どちらかというと意気消沈して他のチャンネルに行って、で、他のチャンネルのね、儲かる系の商材とかはね、買ってしまうんではないかなと思います。これはすでにね、再生数が物語ってるわけなんですよね。今でも私はね、たまにですけども、なんですかね、暗号通貨系のそういうのはセールスが来るわけですよね。セールスをしてくださいっていう風な案件がわずかですけど来るんですよ。じゃあそのセールスをしている人は他にどんな人がいるのかなと思って見ることがあるんですけども、いいですね。そこはね、活性化してるんですよ。で、私はどちらかというと同じ方と年単位で付き合ってますんで、すごくね、深く濃くはなるんですけども、もうファンがボンボン広がるっていう時期ではないんですよね。でもそれが私のね、やりたいところかなと思いますよね。どちらかというと同じ方とずっと付き合っていきたいですし、例えば私が別の話題になっていってもついてきてくださる方とかね。で、そういうのが本当のご縁だと思うんですよ。なんか儲けさせるから付き合っていくとかね。なんかこの人は得があるから、久保さんの動画はもう得だからなんか付き合っていく。そういう部分もあっていいと思いますけども、人間生きてたらそういうことではないですからね。なんかこの信念に突き動かされて活動してみたいとか、例えばね、介護の話題もしますけども、介護の話題なんて誰も得しないんですよ。誰も得しないんですけども、自分の身をね、差し出して誰かの役に立ちたい、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんの役に立ちたいっていう、そういう人間的な根源的な欲求ってものがあると思うんですよね。ですんで、私はどちらかというとそういうふうなね、綺麗事でやっていきたいなと思ってますね嘘っぽいのではなくてね。はい、で、チャンネル登録の、増やし方も、そうは言っても今日はちょっとお話ししようかと思いますね。YouTube のチャンネル登録のお話し方。今日はテーマ2つです。YouTube のことと例のやつのことをお話しします。1つはチャンネル登録のことなんですけども、YouTube やってる方ね、自分よりもチャンネル登録者数の少ない方に対して好意的な動画メッセージを送っていくとかね、その動画を評価した動画を作るとかすると、やっぱりね、チャンネル登録者数の少ない方は多い方に話題に出されるとすごく喜びますんで、そういう方がチャンネル登録してくださるって流れがありますんで、一つ参考にしてみてはいかがかなと思います。チャンネル登録者数がね、100名前後の方は30名前後のね、チャンネル登録者数さんの動画を見て、その動画の感想を応援する意味で、作っていくって形です。で、やっぱり当然そこにはいいねをしたりコメントをしたりしてあげるんですよ。そしていいねをしてくれた、コメントをしてくれた、嬉しいなーって言って、この人どんなチャンネルしてくれてるのかなと思って見ると、自分よりも3倍も5倍もチャンネル登録者数多いじゃん、動画もたくさん作ってるじゃんってことで動画を見てくれるって形になります。要するにまずは誰かのためにすること、誰かが喜ぶことをすることで、YouTube もファンを増やすっていうのはまたこれ同じことなんですよね。どんなことでもNHK とか宗教の話しましたけども、まずは訪問してくださる方の欲求を叶えてあげること。そうするとブリッジって言ってね、人と人との間に橋がかかるわけですよ。で、好感度をいただいた時にあなたはどんな方ですかっていうふうに興味を持ってくれるから、まあ、私はインターネットでこういうふうなことしてますって言ったら、まあ、チャンネル登録してくれたりするわけなんですよね。これを応用すると、飲食店に行って美味しい、ね、スパゲティとか食べた時に、パスタとか食べた時に店員さんにこれ美味しいんで YouTube 撮らせてもらっていいですかとか聞いてみるとかね、ぜひ私 YouTube 運営してるんでチャンネル登録してくださいっていうふうにお願いするとかっていうのは有効な方法だと思います。はい、では話題の2つ目なんですけども、例のやつについてまた新しい、オファーがありましたね。今日締め切りなんですけども、コンベンションっていうのがこの前台風の中ありました。台風の中なかなかね、航空便が止まったりとかして、参加者はまあ、予定通りではなかったんですけども、それでもねたくさんの方が参加してくださって、そこでリリースされた商品として、なんかね V っていうのがありましたね。なんとか V っていうのが、ポイントパック V ですね。ポイントパック V っていうのがありました。これはですね、ビジネスポイントがなくても買えるんですよ。要するに化粧水とかね、お水とか青汁とかミストとかを買ってない状態、ビジネスポイントがない状態でもこのポイントパック V っていうのは買えますね。ポイントパック V っていうのは販売価格30万です。でリターンが42万ポイントということなんで、30万で42万を買うって感じです。まあ、ただしね、ショッピングポイントっていうのは1ポイント1円に換算されるかどうかとは限りませんので、そこはね変動があることをご了承ください。でも逆にですね、この会社の利益状態とか社会情勢に鑑みてポイントが変動するってことは、これはねデフォルトの可能性が非常に低くなったっていうふうに私は見るんですよ。本当はこれをやってほしかったですね。私はねすごく助かるなと思っております。はい、ではねこちらの方は別で動画を設けてますので、そちらの方をご覧ください。もう1個ぐらいいきましょうかね。じゃあ今日はですね、年金とか保険とか税金の話をしていきましょう。ね、多くの方には関係ないかもしれませんけども、ただね関係がある人に教えてほしいなというところでございます。 YouTube をやってる方はこれからお話しすることを話題にして YouTube を撮るといいと思います。それはですね、年金についてです。年金をもらいながらでも働かなくてはならない人、年金をもらいながらでも働きたい人っていうのがいますよね。で年金をもらいながら働く人に対する実はね給付金っていうのがあるんですよね。すごいですね。年金ももらう、働きもする、給付金ももらうと。この給付金ももらうがなかなかねご存じない方がいらっしゃいますんで、ちょっと使ってみてください。60代前半でこういうふうなね年金をもらおうかなどうかなと、働きたいんだけどなって思ってる方、働きながら年金をもらって給付金ももらってください。これから言う給付金を検索して手続きをしてみてくださいね。高年齢雇用継続基本給付金っていうのがあります。これはね、失業保険を受けずに60歳以降も働きたい場合にこの給付金を受けてくださいということですね。非常にありがたい給付金になってます。次、高年齢、再就職給付金。こちらの方もね、失業保険を受けた後に再度働き始めた方に有効でございます。ですんでね、60代前半でまだ元気で働きたい、職場にももうね楽しみがあると、でも年金のこともちょっと考えてるんだと、プラスアルファでなんかもらえない給付金っていうのがあるんですよ。でこの2つのね給付金ちょっと考えてみてください。それから65歳以上の方、65歳以上の年金から転引きされる特別徴収っていうのがあります。そうなんですよ、年金でもなんかね徴収されるんですよ。年金って普通もらいっぱなしでいいような気がするんですけどね、年金をもらった人からも国はお金持ってくんですよ。とんでもない二重課税だと思うんですけどね、でもしょうがないです。じゃあどんなものが特別徴収に当たるのかってことを今日お話して、放送の方を締めさせていただきたいと思います。65歳以上の年金を支給されている方でも転引きされるもの、特別徴収っていうものには介護保険料っていうのがありますね。介護保険を受けながらも介護保険を払うと。そして後期高齢者医療保険料ですね。後期高齢者医療保険料っていうのがあります。これも転引きされております。それから、まあ、当然ですけど、個人住民税も年金から引かれちゃうんですよね。で、国民健康保険料というね、この4つのものが、なんと年金をもらいながらもう払わなくちゃいけないと。普通ね、年金もらう時になったら、もう、ね、転引きとか払えばいいじゃないかって考えるんですけども、どっこいね、もう生きてる限り私たちは、この日本という国にね搾取されまくるということでございました。それでは本日は以上です。